皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子のことについてお話ししていこうと思います。以前も車椅子のことについてはちょっと動画でお話ししてるんですが、まだまだ浸透してない部分もあったり、あと私の車椅子も購入して1年半くらい経ったんですが、変わった部分、変えた部分っていうのもたくさんあるので、そこも説明していきながら、あと SNS の方で車椅子についての質問を募集しましたので、そのことについて回答していきながら、もっともっと車椅子のことを皆さんに知っていただけたらなというふうに思います。今使っている車椅子は松永製作所さんのC-MAX という車椅子です。もう本当に一目惚れして、私の大好きな車椅子になります。オーダーメイドでこの車椅子は作りました。私のこういうような車椅子をアクティブ系というような表現をするんですが、こういう車椅子は大体がフルオーダーであったり、あと、セミオーダーというんですか、自分の体に合った自分の体を採寸して、作るものになります。なのでレンタルとかできるんですかとかっていう質問もあったんですが、なかなかレンタル会社でこういうアクティブ系の車椅子を扱っているのは基本的にはないんじゃないかなというふうに聞いていますし、私も見たことがありません。私の車椅子は40万円ちょっとですね。あと補助金が20万出るので、自己負担が20万ちょっと、クッションとかを合わせれば、50万円はいかないけどっていうくらいの値段になります。私のやつより安いものもありますし、高いものでは100万円するものもあります。その違いとしては、こういったフレームの部分がチタン製であったり、軽くて丈夫っていう部分を追求していけば、どんどん高いものになります。購入した時は転倒防止バーをつけて購入をしましたが、すぐに自分で外しました。私より状態が悪い人でも転倒防止バーをつけてない人は多くいます。転倒防止バーがついてると、このキャスター前輪を上げる時に角度制限がついてしまうんですね。後ろの方でこう支えができてしまうので、なので段差を越える時とか邪魔になりますし、あと車に積み込む時も邪魔になるので、私は基本的にはいらないです。ただ、背もたれとかにリュックをかけて、こう後ろの方が重くなって前輪が上がることがあって、それで、ひっくり返った転倒したことは、2回くらいあります。でも、私のような人だったら転倒防止バーはいらないと思います。あとアームサポートは11月頃までつけていましたが、もう取りました。取った理由としては、やっぱ見た目ですね。見た目のシャープ感をすごい出したくて、アームサポートがここにこうあることで、ちょっと車椅子感が増すというか、なんかそういうのが個人的には嫌だなと思って外したのと、あと外してみて、特に必要性はないなというふうに感じました。移乗するとき、一番初めは慣れなかったんですが、アームサポートがここにない分、結構この横の移動っていうのもスムーズになりましたし、あと漕ぐときですね、漕ぐときになんかアームサポートがここにあると腕がこうちょっと広がって漕ぐ形になったんですが、今ではこう脇を締めながら、もう本当に最短距離でハンドリムを握って漕ぐことができるので、どっちかというと乗りやすくなったなっていうふうに思います。あと移乗するときに、今スティムライトのクッションなんですが、硬いんですよね。押してもすごい硬いので、ここがもう私の手置きになって、ここをこうグッって押しながら移乗します。やっぱロホだと
ちゃうので、ちょっと手置きとしては不十分だなっていうのもあって、まあクッションを変えることによって、まあ、アームサポートがなくても全然移乗はしやすいっていう感じですね。こだわりというか、もう基本的にはシンプルな、もう何もつけないっていう感じを目指してますね。なのでドリンクホルダーとかをこうつける人も結構ここら辺にいるんですけど、私はつけないですし、なんかステッカーとかも基本的には貼らずに、本当にもうドシンプルですね。ドシンプルで、作りました。納車時から変えたところとしては、ちょっと写りづらいので写真で説明しますが、足のステップですね。もともとこの長さだったんですが、ステップのこのカブトムシっぽいところの間に落ちちゃう、まあ、私足がね 21.5 が実寸サイズなので、足がちっちゃいっていうのもあって落ちちゃうっていうのを改善したくて短くしたのと、あと足を中に入れて乗りたくて短くしました、まあ、牽制がめちゃくちゃあるのですが、足をグッと中に入れて、引いて乗ることで牽制が出にくくなるというアドバイスを別の車椅子ユーザーさんから聞きました。なんか通称 Z 乗り、まあ、膝の角度と足首をこう見た時の感じで多分表してると思うんですけど、そのためにステップを切って短くしました。まあそれは、溶接のところの動画でちょっと載ってるのでぜひ見てみてください。でもう一つがですね、背もたれですね。はい、こんな感じで以前は、こう松永さんの MP のマークがついたポケットがついてる普通の背もたれだったんですけど、まあ、姿勢をより良くしたい、あと骨盤が起きてるような感じの姿勢でやりたかったので、角度調整ができるハードバッグと言われるものに変えました。こんな感じでね。でこれはどこかのメーカーのものではなくて、自分で、カーボンを教えてもらいながらこうカーボンから作りました、作業工程はこんな感じになります。こう一からカーボンを作って、まあ、マット調に仕上げたものがこんな感じですね。もうスタイリッシュでめちゃくちゃ私は気に入ってます。ここのバーがもともとついてたバーなんですけど、このバーをここに持ってくる予定だったんですが、まあ、作ってみてなんか2つあってもかっこいいなっていう感じになったので、まあ、ここは押し手としても使えて、まあ、あとこっちは
何か使える感じでいいかなっていうふうに、まあ、塗装面もねこっちは手作りだからちょっと剥げやすいっていう部分もあるので、まあ、何かを引っ掛けるときはこうちょっとこっちを使ったりしてできるんじゃないかなっていうふうになります、まあ、ただこういった、まあ、車椅子の改造をしてしまうと何かが起こったときっていうのは結構自分で負担しなきゃいけない部分が大きくなったり、まあ、自己責任の部分が結構大きくなってきてしまうので、そこは注意していただいて、まあ、既存のハードバッグっていうのもあるので買いたいなっていう人は、まあ、ぜひ検討してみてください。このスカートガード、ここですね。ここがついているので、内側はタイヤに当たることがないので汚れません。で、前の方もここの部分ですね、タイヤにこうカバーがついているのでここにない人も結構います。それよりは服は汚れませんが、でもやっぱりタイヤがちょっとこうここに出てるので、まあ、袖口、パーカーとか、まあ、長袖系はやっぱりちょっと汚れたりはしますね。パンクしたことがないのでわからないんですが、対処方法としては地元県内とかであれば業者さんに電話して、まあ、来てもらえるのであれば来てもらうか、自転車屋さんでもできるので、まあ、近くの自転車屋さんを探してやるか、まあ、だから県外に行ってもしパンクしたら、まあ、まずは地元の業者さんに電話して誰か知ってる業者さん、そこの県で知ってる業者さんいるかどうかって聞いて紹介してもらうのもいいですし、それが難しかったらまあ自転車屋さんで直してもらう、出張とかも多分あるみたいなので自転車屋さんに電話してパンク修理してもらうかっていう感じですね。あと家に帰れるくらいの範囲であれば、こう自分でタイヤ交換、パンク修理、チューブ交換する方もいるので、まあ、こんな感じでね、私動画も出してるので、まあ、それを覚えておくのも、あと、まあ、家族の誰かできる人から覚えてもらうのもいいかなというふうに思います。言ってしまえばもう軽くて丈夫か、重くて丈夫は当たり前ですけど、重くて丈夫かの違いが一番で、あとはまあデザインですね。ホイールでも結構いろんなデザインがあるので、そのデザインの違いで値段も変わってきます。正直どっちとも言えないです。国内メーカーさんでいいところもありますし、海外メーカーさんでもいいところがあるので、本当にいろいろ試して、自分の好きな車椅子を乗れるような風にするっていうのが一番かなっていう風に正直私は思います。欲しいだけじゃ手に入れられない現状現実っていうのはあるんですよね。まあ、でも体に合った車椅子とそうじゃない車椅子を乗る差ってものすごくあって、送り派に入院してた時はその病院にある OX さんの折りたたみの車椅子を乗ってたんですけど、まあ、出かけるようになって道を漕いでいると全然進まないというか、進みが甘いというか、こんなに漕いでるのに全然なんか進んでる気しないなみたいな感じだったんですが、自分の車椅子に乗った時に同じような漕ぎ方でも進む距離っていうか、なんか勢いっていうのが全然違うくて、こんなにも違うんだっていうのは正直思いました。障害関係なくサイズが合ってない靴で走るのとサイズが合ってる靴で走るのとでは、やっぱりサイズが合ってる靴で走った方が速いと思うんですよね。履ければいいっていうだけじゃなくって、だからそれと一緒で車椅子っていうのはもうより本当に自分の体に合えば合うほど進む率っていうのは上がりますし、乗ってても楽っていうのがあるので、シーティングっていう部分も本当はもっともっとやりたいんですけど、まあ、ちょっとそれはまた別の動画でやりますが、本当にだから自分に合った車椅子を選ぶ乗る重要性っていうのは今回の動画でもうちょっと伝わったんじゃないかなというふうに思います。長く付き合うものだからこそ、皆さん本当に好きな車椅子、自分の体に合った車椅子を選んで、まあ、分からないことはたくさんその担当者とか業者さんに聞いて
いい車椅子に出会ってほしいなというふうに思います。ではこんな感じでこの動画が役に立ったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。